ディエップはカナダのニューブランズウィーク州南東部を流れるペティコーディアック川に面している。モンクトンに隣接しモンクトン大都市圏の一部を形成しており、特に人口の7割がフランス語を母語とするフランス語地域となおり公式に公用語はフランス語と制定している。1990年代以降はベッドタウンとして急速に成長しており、 ニューブランズウィック州内では最も成長している都市である。ディエップ産業パークには大小の企業が多く入っている。もともとディエップの街はレジャーコーナーと呼ばれたが1942年にフランスのディエップで戦死した兵士を称えて調整に移行した1946年に改名された。二千三年にディエップは正式に市政へと昇格した。市内中心部では 新視聴者の建設、新しいファーマーズマーケット、新設の複合オフィスビルなどの開発が現在進められている。2016年の人口は25,384人で州内4番目の規模であり、人口14万人を数えるモンクトン都市圏を構成している。人口増加率はニューブランズウィック州内の都市の中では最も高く、 2001年から2011年にかけては20%を超える人口増加率を記録している。住民の7割以上が母語をフランス語とするフランス語圏である。ニューブランズウィック州内の自治体の中でもフランス語の割合が高く、結果的に州内各地からフランス語系住民の新規住民を引き込む要因となっている。フランス語は公式な市の公用語と制定されている。 市民の間で話される、フランス語は、ア役というアカディア方言である。コーディアックトランジットが、市内交通を担っている、と、モンクトン都市圏と一体となっている。ディエップ、シティ、センサスサブ,ディ,ブィスィサスディビジョン、ニューブランズウィックウエストモーランド、カウンティ、センサスディビジョン、ニューブランズウィック、スタティスティックスカナダ、2020年4月28日、閲覧、ありがとうございます。